見えてますか？ありがとう。みんな道案内よろしく。それでも全部並べ、ピュアな ナビゲートよろしく。車でかけてこ、キャラメル気分で。今中央公園です。とりあえず明治神宮の方向かえばいいのかな。合ってるよね、合ってるよね、合ってるよね。代々木の方に行けばいい。いや、今中央公園だよ、新宿の。代々木の方じゃなくね。中央公園の方に向かってる。明治神宮行くのか。いや、違う、代々木駅じゃない。新宿中央公園からの明治神宮。今閲覧何人？今閲覧何人？少ないね。29か。
いや、そうよ、ママツアビ。疲れるな。疲れるわ。代々木公園ぶつからないのかな。このルートじゃダメなの。明治神宮行けばいいんだよね。合ってるよね、これで。早い？嘘。代々木向かった方がいい？左方面？新宿駅。ナビってよ、俺わかんないよ。ナビってよ。今中央公園のはずだね。オッケーオッケー。じゃあ新宿駅の方に向かうよ。新宿駅の方向かいますよ。オッケー。ちょっとわかんない。案内して。案内してください。わからないんで。とりあえずコメント読めるの信号待ちの時だけだね。これちょっともうちょい下だな。いや頼むよみんな。代々木駅ってどっちだ。どうやって行くんだろう。全然わかんねえぞ。全然わかんねえわ。今都庁の方に行くのかな。都庁が目の前だね。ダンボールさん、都庁を右の方に行くわら。右の方？都庁を背にするって感じでいいの？ダンボールさん、都庁を左手にして。都庁、要は都庁を背にするのね。オッケー。オッケー。ダンボールさん、どうぞ。オッケー、オッケー。都庁を背にして、ここが都庁だから。右に曲がるところなんかないけど。右に曲がるところなんかないけど。右折ないじゃん。どこ？右折できなくね？右折できないけど。今都庁の左手で交差点なんだけど、ワシントンホテル。なんでそっち方面で。ワシントンホテル。ダメ、赤になっちゃった。
シントンホテルね。右に曲がる。あ、ここ曲がれるかな。ここ曲がろうか。今モリンダの前なんで、ネットワークビジネス。え？行けないんだけど。どっち行ったらいい？迷子だよ。右左どっち？右左どっち？左に行くと新宿の東南口の方。左？左ね。左行きます。ここは右かな。ここ右で OK？どこ行けばいいんだ。全然わかんねえな。新宿一丁目ってどれ？これここ右でいい？路地入るよ。路地入るよ。代々木2丁目の交番。セーバーゲラ！デニーズなんで。こっち合ってんのか、本当に。どこだ？今、合ってんのこっち。逆じゃね？このままでオッケー？合ってるかな？駅か、代々木駅かな。これ右？代々木駅っぽいね。信号右。どっちか。
山手線一周したのにな、全然わかんねえわ。これまっすぐでいいの？これ右？ここを右かな？ここ右で OK？ みんな。ダンボールさん左。左？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 逆方向じゃない？右？こっちで合ってる？高速道路の下に出たね。これどっちだ、ミニストップ。これどこだろう。ミニストップが目の前に見えるけど。どうしたらいい？左手にまっすぐ左折するってこと？ミニストップのところ、ミニストップを左折？左折かな？まっすぐかな？左折なの？ミニストップ目の前にあるけど。ミニストップを左折？千駄ヶ谷って書いてあるな。左折かな？じゃあミニストップ左折をします。左折しました。今高速道路の下ですね。ミニストップ左折しました。お、セブンは見えないね。高速道路の下だね。今千駄ヶ谷の方に向かってんのか。合ってる？ローソン千駄ヶ谷4丁目です。今千駄ヶ谷4丁目です。今合ってるかな。信号？右？どこの信号？
どこの信号？ミニストップまっすぐじゃなかったな、あれ左じゃなくて。信号右？信号なんかねえぞ。あったあった信号。あれ、ここあれじゃん、国立競技場じゃん、これ国立競技場で OK？ 違くねえか、国立競技場で合ってる、違くねえか、間違ってないこれ。はよー、国立競技場右に行くよ、右でいいの、国立競技場を右曲がるよ。合ってる？千駄ヶ谷ね。千駄ヶ谷左に行くよ。左じゃない。千、いいの？国立。え？会えるのかな？オッケー、右曲がるよ。え、なんで？なんか通報されるようなことやったの？え？なんで放送終了したの？右行くよ。なんで？コラボ枠になんねえじゃん。なんで？東京の雰囲気いい。東京こんな感じだよ。二つ目の信号左ね。バンになるようなことやったの？ドルさん。心当たりあんの？勘弁してよ。難易度上がったな。なんでバンになったの？バンになるようなことあったの？なんだろう。何があったんだろう。出会えるのこれ。ドルさんどうした？なんでバン？おらねえよ。ここの信号左行くよ。左曲がります。信号左で合ってる？まだ？まだ？健さんいらっしゃる。まっすぐ？どっち？安全運転するよ。なんかま、え？人を撃つ？信号の名前は、なんか神社があるね。見えないな、目悪いから。鳩森八幡神社前。鳩森八幡神社前交差点。どうすりゃいいんだろう。左、オッケー、左行きます。桜がすげえな。左行くよ。
これ触れんのドルさんコメント打って。ドルさんコメント打って。ファンになったら、ファンになったらどうなんだろう。コメント打てない。いや、ドルさんに会いに行く配信だよ。ドル深夜食堂激突配信だね。なんでバンになったんだ。ファンになるよ。なくない？これは交差点まっすぐでいいの？まっすぐ。ファンになるとコメント打てないんだ。これ右？これまっすぐ？まっすぐ右？どうすればいいんだ？大通り出たけど。霞ヶ丘違うな、神宮前だな、これ神宮前なんとかだ。ドレスがピンチだ。不用意に移しちゃった。ドレスは信号無視しないと思うんだけどな。入っちゃったよ。え、こっちじゃなくね。いいや、俺の勘で右入るわ。俺の勘で右行きます。ラブだ。右行きます。復活した？よかったよかった。あ、よかったよかった。俺は今どこにいんの？俺は今どこにいんの？ここどこ？どこだここ。俺は今どこいんだ？迷子だぞ。俺合ってんの？バッテリー切れか。ドルさんバンになるようなことしないわ。ここは一体どこだ？え、どこに行けばいいの？どこ？ここどこ？どこ？ここ。え？右曲がれてたじゃん。じゃあ左曲がる？え？どうすればいいの？右行くわ。右行きます。原宿？
原宿だって、原宿通るよ。原宿通ります。原宿行きます。原宿行きたいから原宿行きます。原宿ヒャッホー、ビビコー、原宿行こう。原宿、え、原宿じゃないの？原宿じゃないの？原宿行きたくないだって。原宿行こうぜ。これ裏原じゃん。どうしたらいい？原宿でいい？バカだよ。原宿。裏原だな、これ多分。ここまで来たと。右左どっち？どっち？右左どっち？右左どっち？右左どっち行けばいい？みんな左？左ね、左行くよ。左。着くのかな、これ。H&M だって。右行くよ。右曲がります。表参道でしょ、これ右だよね。表参道だから右だよね。え、ドレさん友達のお店にいる？渡っちゃおうか。渡って右でいいんだよね。明治神宮の方行くよ。右で合ってる。どうも。え、どうすればいいの？まっすぐ行けばいいの？いや、わかんないんだって俺。どうすればいいの？まっすぐ？今、コンドームマニアの交差点。コンドームマニアの交差点だけど、まっすぐでいいの？明治神宮じゃないの？左？え、どっちだ？目の前に見えるのコンドームマニア。どうすればいい？頼むよみんな。みんな頼む。今コンドームマニア。ラグってんの？いや、行く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 。どうすればいいの？え、なんだよ、そんな投げな、ぶん投げないでよ。ちょっと待ってよ、俺わかんないよ、マジで。どうすればいい？わかんないって。だって、言われた通りがなかったんだもん。どうすればいいの？こんな途中でぶん投げないでよ。え？
なんだこれ。っていうか全然違うところに来てるっしょ。いや無理だったら全然いいよ。何分経ってんの。まっすぐで突き当たったじゃん。だってえ、どうすればいいの。まだちょっと時間かかるって伝えて。違う、だって曲がるしかなかったんだもん。まっすぐ行ってって言われたけど。もういいやいいや、自分で調べるわ。じゃあ六本木行けばいいんでしょ。六本木、六本、今表参道だって。いいよいいよ、自分で探すわ。もうどうやってやんだろう。今どこ。え、戻れって書いてあるじゃん。全然違うじゃん。え、どういうこと。いや、Google マップで戻れって書いてあるんだけど。え、どういうこと。表参道駅ってどこ。目の前だけど。え、どうすればいいんだろう。俺地図とかわかんないよ。アスペだから地図とか全然わかんないよ。どうすればいいんだろう。知らないよ、もう知らないよ。表参道後ろに走ります。表参道後ろに走りますよ。表参道後ろにするよ。合ってる。今ディオール。表参道爆心するよ。上り坂きっつ。きっつい。登り坂きつい。表参道駅になった。表参道駅って書いてある。あれ、表参道駅なんでだ。表参道駅に着きました。あれ？なんだ？突き当たりにもうすぐ着くけど、右かな？
疲れるわ。で、右？右行くと渋谷って書いてあるな。ずっとまっすぐ？ずっとまっすぐか。まっすぐだね、これ。青山通りです。まっすぐだよね。まっすぐ行きます。まっすぐじゃないの？まっすぐだよね。うっそ遠回りじゃねえこれ。ありえないぐらい遠回りでしょ。ああ、すいません。ありがとうございます。キヤツさん。申し訳ないです。ほんと申し訳ない。高架沿いに左に行ったら迷いない。オッケー、ありがとう。行くぜ！よし。結構六本木までかかるな。電車だと20分ぐらいなのに。花火ありがとう。今裏表参道走ってます。裏表参道です。ありがとう、アイテムありがとうございます。旅に出たらドルさん会えなくなっちゃうからね。うわ、おしゃれ。おしゃれ。ずっと下り坂。帰りつらいな。オッケー、ありがとう。早めのコメントありがとう。ドルさんに会いに行くぜ。さよならだすわ、もうすぐ君を迎えに来て、僕の知ることのできない明日へ、君を連れ去ってゆく。お、大通り出た。こっちには慣れてるのに、どうして涙が止まらないんだろう。あれ？なんだこれ。こんばんは。ずっとまっすぐ。まだまっすぐ。まだまっすぐだ。今
ば南青山だね。南青山ですね。下り坂急だなこれ。下に当たらないな。狭い道で合ってんのか。こんな狭いところで合ってる。合ってんだ。高架下まで遠いな。まだか。首都高ぶつかる？首都高まで行ったらね、六本木ってね、高架下の。あ、来た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 。高架下。これは近いでしょう。来た来た。よかった。ありがとう。高架下ゲット。高架下ゲット。ここ左で。何すいません。パーリーピーポー、パーリーピーポー。六本木行くよ。ウェイウェイ。東京よくないよ。そうそう、ドルさんに会いに行くの。深夜の帝王に会いに行く。そうだね、麻布だね。上りか。マジか。上り坂か。上りかよ。上りきつい。上りきつい。放送やってんじゃないの？
トルさん放送やってないの？暑い。ノルさんやってないの？きつい。遠いね。すごい。お姉ちゃんが外人とチューしてた。いいな。超綺麗なお姉ちゃんが外人とチューしてた。セクシー。きついな。まだつかねえのかな。六本木ヒルズ着いたよ。遠かったな。遠いな。六本木遠いわ。六本木ヒルズです。おしゃれだな、みんな。帰りしんど。アマンド前。アマンド前か。アマンド前行きます。前行きます。ありがとう。六本木行き着いた。いやー申し訳ないね、時間かかっちゃったね。ドルさん、ドルさん怒ってる？大丈夫？時間かかったわ。30分ぐらい着くと思ったのにな。出しちゃったから怒ってるかなって思って。遠いな六本木。土曜日の夜の六本木は暑いね。激熱だよ。みんなぐでんぐでんになってる。ドルさんでかいからすぐわかるし。あ、いた。ドルさんいた。ドルさんいた。あいすいすいす。いたいたいた。ドルさん、ドルさん発見しました。お待たせしてすいません。チャリンコできました。
えいすいすいすお疲れっす。合流し、合流した。合流しました。どこ行く？どこ行きましょう？いつもの公園まだ入れないな。ちょっとコンビニでさ、はい、お金が下ろせなくてさ。はいはい。え、なんでですか？いや、選別あげようと明日から。いや、いいっすよ、いいっすよ、全然。ドレスさん、でかいよね、こうやって引きで見ると。これからどこ行くの？いや、全然考えないで、ドレさんに会いに行こうって言って。ヒルズ行く？ヒルズ行きます。ヒルズ公園通があるから。はい、行きましょう。座れるとこが。はい。ドレさん、うん、ありがとね、みんな教えてくれて。ドレさんに会えたよ。かっこいいな、ドレさん。でかいよ。ジャケット着用だね。え？なんかドキュメンタリー風じゃない？こうドレさんの後ろ姿は。六本木のドレ配信の。ドレさんなんか機材が充実してるね。機材が充実してる。こうさ、外配信をしてる人を引きで見るのって斬新でしょ、みんな。引きで見るの。ドキュメンタリー風でしょ。こういう風にみんな配信してるから。三脚使ってるね、なんか。配信者っぽくなってきてる、ドレさんが。これが配信者の現実だよ、みんな。この、これがリアルな配信の角度だよ、みんな。でかいよね。だからみんなはね、普通に見てるけど、こうやって目立つ格好で歩いてんだよ。笑うっしょ。それは見られるでしょ、ジロジロ。斬新でしょ、斬新。面白いでしょ。笑うっしょ。目立つでしょ。配信者はみんなこんな感じよ。貴重な映像。配信者をカメラで追っかける。明日何時に出るの？明日夜出ようかなと思ってますね。そうですね、明日、うん、そうですね。あとステッカーが夕方できるんで。バッタバタで行くんだ。あ、バッタバタっす、もう。はい。最初は何、電車で行くの？いや、やっぱりリア凸稼ぎたいんで、なんて言うんだろう。歩きで行こうかなっていう。最初どこ目指す？千葉っすね。千葉。はい。もうさ、蒸し暑いから窓壊すの汗かいてる。ははは。でも、電車行きたい。いい運動になりました。すいません、お待たせしてしまって。僕が見た初めて。横メートルぐらいかな、三角。まあ、毎週さ、ずっとあの、ゴールデンの配信とかやったんだけど、それはもう、お盆のように静かな側だったからです。実は、あの、繁華街なんだけど、今来てるのは、やろうと、六本木ヒルズになって移動して、多分何も言われないですよね。あ、今何時ですか？ 4 時か。ツタヤ、あ、もうちょっと早かったら開いてましたもんね。あ、逆に閉まっちゃった。さっきまでやってた。ですよね。あそこ超オシャレでいいですよね。5時までですよね。もっと早く来ればよかったな。
俺が動いてるからしょうがないよ。いやいやいや、動いちゃうから振り込みすぎちゃう。もうお姉ちゃんいっぱい話しかけてきた。マジですか？なんかそれのせいでバンになったってみんな騒いでましたよ。そうじゃないはい。バッテリーが切れちゃったから。はい。多分お金持ってて今からご飯食べに行こうって絶対来たよ。マジですか？うん、激アツじゃないですか。激アツだった。二十歳ぐらいの可愛いですよ。まあ、この辺の子たち遊び慣れてますもんね。チャリをここに置けたら置いて。はい。チャリは上がれてないから。了解です。チャリ。ここはいいかな。あ、了解です。鍵持ってきてないです。まあこのままチャリは取らないですね。これ浅井さんからもらったやつです。どうもすごい荷台もついてるし、これ浅井さんのだから、あの空き缶をここに積む用なんですよ。だって防犯登録してるんだよ。してます、してます。全然できるでしょ。だってよくこんなんでガチャガチャってなってさ、カメラ起こしたりしなかったね。ガムテープで貼っておいたんで、カメラを固定して。びっくりした、体が。あ、そうっすね。はい。機械めっちゃでかいよ。タイミング回数、おさえさんがさ、仕事で使ってたりしてすごい機械でかい。汗がすごいかいた。ねえ、蒸し暑いもんね、今日ね。今日なんか蒸し暑いですね。普通に T シャツでもいいよ。これ、めっちゃすぎない？いいんだけど、これいいんだよな。ヒルズでーす。懐かしいヒルズ。喉乾いたよ。なんか飲む。わぁ、超おしゃれ、懐かしい。この辺なんだけどさ。はい。ないんだよね。そうっすね。まぁ、でもいいんじゃないですか、なんか幻想的で。そうっすかね。あ、でもこのライトの。じゃあ皆さん、僕の枠閉じます。ドレさんの枠見に来てください。お疲れ様です。ありがとうございました。ドレさんの枠集合です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。